入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます。受験トーク、それでは始めていきましょう。学びズムの今井です。ありがとうございます。お願いします。よし、さあ本日はですね、使ってたらアウト2023年時代遅れな参考書ということをテーマに話していきたいと思います。これ去年バズったね。そうですね、あ、まあ、怒られた記憶がある。可愛い子の先生とかがすごい。そうですね、いや、まあまあでも公平にね、いろんなことを話していくのが僕らのチャンネルですから、まあ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 、そういう忖度はなしに、はい、これ使ってたらちょっとっていうのをね、はいはいはい、言っていきたいと思います、はいはい、じゃあね、まず僕一冊目いきたいんですけど、はい、まあ、これは賛否両論あるし、いまだ主流に使われていることは百も承知であえて言わせていただきますけど、はい、ネクステージとかの学校で配られるの4択英文法問題ですね。はい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 、僕もうあまた、もう今この英文法業界、はい、もうめちゃくちゃ分かりやすい参考書多いじゃないですか、はい、にもかかわらずまだネクステ使ってる、その学校で配られたから、はい、ネクステとかヴィンテージとかいろいろああいう系ですよね、うん、なんであれ使えるんやろうっていうふうに僕本当不思議なんですよ、はい、っていうのも僕がその現役の時なんですけど、うん、まあ、一番最初学びズム入って、はい、まあ、勉強、まあ、いろいろこれやりやあれやりやと言われたものの、うん、ちょっと最初士気高いからいろいろ勉強してみるわけじゃないですか、はい、で、はい、学校でネクステ配られてるしやったろうかなみたいな、はい、ネクステ見るわけじゃないですか、うん、もう何にもわからんわけですよ、うん、やけど、で僕一応偏差値60ぐらいの高校に通ってて、はい、で周りの子もネクステ使ってはいたものの、はい、僕だけがめちゃくちゃおバカさんなわけじゃなかったというふうな自負もあったんで、うん、これみんなほんまに分かってやってんのかなみたいな、うんうんうん、この解説でほんまみたいな。でやっぱりこう僕が大学生になってアルバイトスタッフ時代を経て今、まあ講師として社員として入ってるわけなんですけど、はい、そこでやっぱ生徒受験相談受けてても、うん、ネクステのあの解説でほんまにの意味で文法を理解できてる子、まあ、少なからずうちに来る逆転合格を目指す層ではいないかなっていう考えなんですね。いや、 やからね、なんでまだあれ使ってる人が多いんかは永遠の謎です僕。まあそれが学校で配られてるから、うん、みたいな理由なんやとしたら、うちのチャンネルずっと見て勉強、正しい勉強法でやってほしいなっていうのはつくづく思います。はい、間違いないで、でほんまちょっと小出しにしておきますけど、まあ批判しかしてないのあれなんで、じゃあネクステとか以外に、うんうん、もうこう学びズムがおすすめしてるやつってなんなんってなったら、うん、去年出たですね、うん、デュアルエフェクトというふうな、はい、河合塾の先生が作ってくださった文法書なんですけど、はい、まあいいですよあれは。はい、まあ、今回はね、一応時代遅れな参考書っていうふうなことをテーマに話させてもらってるんで、あんまり詳細は話さないですけど、デュアルエフェクト一択です。もしくはまあ、もともとね、去年まで学びずも成川先生の深め解ける英文法も進めてましたから、はい、まあ、もう二択かなっていう風な僕としては思うんですね。そうですね、どっちかでやってほしいですね。はい、ということでね、英文法に関してはネクステなどを挙げさせてもらったんですけど、はい、続いて2冊目は英語長文の話なんですけど、はい、まあ、これね、矢沢さんの動画の一番最初の冒頭でね、去年バズったねって言って非常に言いにくいんですが、はい、もうなんとなくわかりました、はい、英語長文でやっぱり今のこの参考書が、優秀な参考書が増えた中、まだそれ使ってるっていう風になるのはやっておきたいシリーズかな。ただやっておきたいシリーズ、また叩かれる、また叩かれるやんまた河合塾の先生に怒られんねん。やっておきたいシリーズの僕700とか1000は、例えば総計志望とか分量が多い学部を受けるっていう風な校には全然、特にやっておきたい1000とかって全然やらして、まあプラスがあるというか意味のある答えと思ってるんで、主にやっておきたいシリーズの300と500ですかね。あ、まあまあまあ、そうですね、まあいやでもね、題材の英語長文の質めちゃくちゃいい。そうす、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい。それはそれは分かってます、分かってるんですね、し僕はその忖度とかじゃなく、単純に解説がその丁寧すぎないということは思考力が養われると思ってる側の人間なんで、そういう意味ではいいですよね、うん、だから例えばそれこそ塾に入っていて、映像授業なりなんなりで読み方の勉強をしたと、うん、でそれをちゃんとこう自分が落とし込めているかっていうのを、うん、たくさん長文多読しながら演習したいってなった時には、全然今の時代でもやっておきたいは別に使えると思うんですよね。確かに確かに。そのどっちかっていうと、もう脳が停止した状態、頭が停止した状態で、とりあえず分かりやすい参考書の解説だけ読んで理解したできた気になるよりは、うんうん、なんか解説が不親切やぞと、そうやね、だからこう考えなあかんわってなる方が本当はいいんじゃないかって心の中では思ってます。
与えられないことによるね、そうなんですよ、その自効力というか、そうね、いい負荷のかかり方するっすよね、うんうん、ただやっぱりこう今例えばそれこそ関先生のさルールズとか、うん、うちが激推ししている特訓リーディングとか、はいはい、まあ世の中にもうめちゃくちゃ解説が丁寧に書かれていて、はいはい、しかもそれもそのただただその問題の解説だけじゃなくて、初見の、うん、で解くときにこんなルールを使いながら、うん、こんな風な、法則でやっていかないといけないよとかっていうのも解説してくれてるものがある、うん、同じレベル帯でね、はい、うん、なんですよね。だからそれが700とか1000になるとなかなかないんだけどね、はい、そうなんですよ、なかなかないし、うん、なんやったら700、1000やる人たちはやっておきたいレベルの解説で自分で自効力、自分で考えてどうすればいいんかとかどうやっていくんかっていうのを考えれないと、まあ、正直積んでるというか、うん、それぐらいの力はあってよっていうふうに思うので、まあ、やっぱ700、1000と300、500でやっぱり若干今やったら使用用途というか価値というかは変わるんじゃないかなというふうには思います、ね、要約があることとかね、めちゃくちゃいいんですけど、はい、うん、っていうふうにやっぱり思わざるを得ないかなというふうなところでやっておきたい300、500を挙げさせてもらいました、はいはい、で続いてはですね、まあ宣伝会と言われるかもしれないですけども、これ僕このね題材で話すってなったらもうこれしかないやんと思ったのがあるんですよ、うん、それがですね古典文法のステップアップノートです。はい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 、いやもうステップアップノート、まあ、ずっと言い続けてきたわけじゃないですか。あれは演習書であってインプット教材ではないぞ。そうですね、ただその理想とする古典文法の教材がなかなかないから、うん、まあもうしゃあなしこれかな、うん、みたいなんで、僕の時代とか僕もそれこそ使ってましたし、うん、ステップアップノート矢沢先生の授業を受けてそれをドリルとしてね、うん、使ってましたけど、うん、今となっては、うん、うちの代表のあの去年2022年七夕ですよ、7月7日に発売された矢沢のたった6時間で古典文法、あれがもう全部入ってますから、映像授業でしっかりとした理解インプットができて、ミニブックでね一問一答でしっかりと暗記ができて、かつしかも演習もできる、うん、しかも映像授業からその演習プリントをダウンロードして もっともっと演習もたくさんできる。そうですよ、知らない方いらっしゃるかもしれないですけど、そうですね、あの演習足りないからこのドリルとかステップアップノートとかやった方がいいですかねみたいな言ってる人いますけど、うん、あの動画 あの下にその演習をダウンロードできる URL 貼ってるんで、そうです、演習量足りなくないんですよね。絶対それやってほしいですね、はい、うん、だからやっぱりあのステップアップノートも別にこうたくさん問題演習もできますし、うん、意味ないものかって言われたら全然そんなことないです、うん、ただもう一番手じゃ全然ないよっていう間違いないねのはやっぱ思うんで、やっぱこの題材でステップアップノートあげへんのは、まあなんか矢沢さんのね参考書の宣伝みたいになりますけど、はいはいはい、心の底から僕はもうあの受けてた側の人間なんで、はい、授業も当時それがやっぱ世に出てるっていう風になると、うん、ステップアップノートで、古典文法のインプットするってどういうこと、今できる人おるかな、そうした気にはなるんですけどね、うん、問題いっぱい解いてるから、まあ、ただほんまの意味でちゃんとこういう覚え方でとかっていうのをインプット教材じゃないっていう風な弱点があるので、まあそれはちょっとこの2023年時代遅れな参考書というテーマで取るならちょっと外せないかな。まだ河合塾やいい参考書いっぱいありますから、河合さんね、河合さんはねめっちゃ老舗と言われる、例えばステップアップノートとか、はい、現代文で言ったら、はい、アクセスとかも、アクセスとかもめっちゃ昔からめっちゃあるじゃないですか、はい、でも昔からあるがゆえにそれの欠点をこう補う参考書がもうやっぱ出てくるじゃないですか、ね、売れてるからそれに当てられんのよ、そうなんですよね、はい、ただ例えばデュアルエフェクトで紹介したみたいに、はい、また新たな開発をしてくれてですね、どんどん刷新はしていってくれてますから、かか、はい、あの偉そうに言えたたちじゃないですけど、引き続きあのお世話にならせていただきます。敵対したいわけじゃない。そうですね、はい、はい、というふうなところです。以上です。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。今日も動画最後まで見てくれてありがとうございます。マナビズムではですね、公式 LINE を用意します。その公式 LINE では君の志望校であったり今の実力っていうのを入力していくことによって、この参考書、この単語帳が最適ですよっていう風におすすめする英単語帳診断であったり、総計マーチカンカン同率みたいな有名資材の傾向と対策はこうですよみたいな ebook 資材攻略バイブルっていうのをプレゼントしてます。なんで興味ある方はぜひ LINE 登録よろしくお願いします。